脳汁爆発の新連載に期待値以上の評価をする読者の反応集。ではどうぞ。白い子が割と可愛いと思いました。俺、娘なのか。可愛いよね。これはウケるだろうなって想像ができたので良いと思った後、先生ちゃんとしてるの高評価だわ。三白眼女子はかなりありっす。作品作る系の話でちゃんと中身見せてくるの珍しい気がする。正直ゲーム完成クラスメイトからの評価上がるだけで終わると思ったら爆誕して草生えた。こういう第三者視点のナレーションで締める位置は好き。久々にドカンと面白い1話だった。先生がいい先生してるとか印象に残りやすい脳汁の4ページとかのとのおっぱいとか良いところがたくさんあるけど、個人的には最後の佐野の顔をしたい。他はひくまをちゃんと見て目を向けてるのに彼だけうつむいてるのか目が描かれてないんだよね。今後ひくまと佐野は2人はどんな関係になっていくのか気になる。先週誰かが言ってたゲーム版バクマンが正解だったな。キャラも話も面白かったけど物語全体の目的とか方向性がわからないからモヤモヤしてる。佐野の本職より上手い、逆に何ができるの？部活は無理はここだけのキャラじゃなくて掘り下げからの味方かフラグかな？とちょっと思った。作中作が見れるのいいね。あと先生がいいキャラしてた。割と話に引き込まれたし、ゲーム自体もすでに技術があるやつなら3週間でできそうで、それでもきついけどいい意味でうちは受けっていう説得力がある。ただ逆に最初からこれだけできちゃうとゲーム作りとしてはだいぶ過程とかハードルすっ飛ばしたのが今後心配だが、ジャンプだからもたついてらんないしこれでいいな。あとバジで行くならアーティストとかコンポーザーの仲間は増えないのかな。うだつの上がらない主人公プログラマをゲームデザイナー側の相方が見出してくのかと思ってたら逆だった。つかみは OK だけどこっからどう展開してくのかは気になるね。ゲームコンテストとかの小目的用意するのかな。思ってたよりずっと良い感じだ。プログラマーというよりゲームマスターに目覚めたみたいなノリかな。正直連載カットで不安とか思っててすいませんでした。面白かった庭にも期待。思ったより読めた字も読める。ただ内向的主人公はあまり好感待てないかな。正直新連載告知カットで画力大丈夫かって思ってたけど漫画うまいじゃん。脳汁の4ページがインパクトあってよかった。告知カットだけなんか言おうよな。面白かった。いじめっこくん味方かフラグ立ってんな。予告カットで不安だったけど普通に面白く読めたな。ひくま代々ってフルネームをラストに持ってきて名前を印象付けるのうまかった。タイトルの白すぐるはサークル名になるのかな。スクールとかで作ったことあると苦労がわかるなんでこうなるってのが多い。性別どっち？胸がちゃんとあるんで女性だと思う。先週の予告の絵は怖かったけど読むと別に気にならんな。おもろかったわ。期待。脳汁のカットで応援していこうと思った。来週も楽しみにしてるぜ。物語の方向性はゲーム作るんだろうなくらいしかわからないけど個人的に満足いくいき話だった。おもろかったけど読み切りの面白さで今後どうなんのかわからんよな。フルスクラッチで作ってんのかね。ソロでフルスクラッチで2年で完成は規模によるけど無謀だろうけど、ゲームエンジン使ってるなら2年で完成しないのは確かに向いてないな。普通に面白かったけどこの後の展開が全然読めないな。クラピカとかアナスイとかあるから確定した情報までは信じない。俺は頭無惨様だから。X で感想ざっと見てみたけどあんま評判よろしくないね。個人的には好きだったから頑張ってほしい。エンジン使っても気をてらった変な仕様つけたりイベント複雑にして個人制作だと2年でも足りないことはある。シンプルなアクションか RPG かノベル以外なら何とも言えない範囲。目が滑るのは俺だけか。最近始まった組の中では微妙だったな。マダンと忍びは評判いいよね。俺がこういうタイプだったから思うけどこの手のクリエイター志望は誰も彼もに認められたいとか大衆に認められて嬉しいとか思わないんよな。自分が好きなものを同行の死に徹底して共感してもらいたい。一部の刺さる人に思い出を墓まで持ってってもらいたいみたいな考えになるっつーか。
作ったゲームがなぜ受けたに対するアンサーとして身内ネタ全振りだからという、まあ納得はできるロジックをきちんと用意してたのは好印象。全体的に無駄な尺を取りすぎてる気がするんだよな。もうちょいいろいろ詰め込めたと思うんだけど、のとの姿勢とか実際にゲーム作りで何してるのかとか端折って本筋に全振りしてたのはむしろいいと思ったな。脳汁のとこだけきつかったけど他はかなり好きだな。今回の新連載のヒロインみんなすげえかわいい。のとさんの脳内 CV が結城葵に決定した。告知時点では全く期待してなかったけど作画は告知絵よりもだいぶ良くてちゃんと魅力があったし、話の方も1話で成果物作った上にその内容が書かれてて説得力もあるっていうのがちゃんとしててすごく良かった。創作系の話が好きだから新連載で一番好きになるかもしれん。作ったゲームがよくある面白いで終わらずに、なんで受けたかを見せてくれてかなり好印象。どういう風に展開していくかはわからないけど楽しみだわ。これ系で作中作がちゃんと面白かったの初めて見たかもしれん。身内ネタ受けって方向性はロジックとビギナーゆえの強みと弱みとがうまく合わさっててよかった。ゲーマーだから加点多めに見てる節もあるけど今のところ好きだよ。共感できるネタもちらほらある。うっすら気分が悪い描写が続く上に脳汁の演出に特に何も感じなかったから俺には合わなかったかな。ロジックがあったの評価したいスポーツといえばスポね、みたいな風潮でがっつりロジックとハッタリで攻められたら面白いって感じるよね的な、もしすぐにこの連載が終わるようなら原作特化しても良いと思う。次は絵が描けるやつ、次は音楽が作れるやつって勧誘しつつ作られるゲームの面白さの広がりを書くとか、もしかしてリーチローフォロワーなんじゃねえかな。ここでフフってなってしまった。新連載3つとも面白くてこれからアンケ迷うな。最初のいじめ部分が見てて辛かったけどラストの見開きで一気に引き込まれたヒロインの見た目がすごく好み。新連載3本のヒロイン全員ストライク。高校生ってこういうアホなうちはネタ大好きだよねってすごく説得力ある。おとぼけてる主人公のケツを蹴っ飛ばしてくれる感じのヒロインがいてすごく良い。これ受けるうちはネタの解像度高くて好き。これの前振りになる先生との会話がちゃんとあるのもいい。脳汁のとこは電子だと見づらくて微妙ではあったけどものづくりの楽しさに目覚めた。衝撃がガッと伝わってくるのは好き。ぐしゃぐしゃの部屋なのに下着は散らかしてないとかライカちゃんノーブラなのでは。うちはネタはうちわでは受けるで第1話のまだ40ページも付き合いのないキャラのうちわネタ見せられても何も面白くないんですわ。このネーム見て自分が言ってる内容と漫画が矛盾してるって気づいてる？って言えない担当編集がダメ。作中の身内ネタ自体を俺らが面白がる必要はないんだよ。その作戦がかっちりハマった状況を楽しめれば良いわけで、1話で身内ネタゲームを作ったこと自体が矛盾しているわけじゃない。内輪ネタということで素人ゲームが受ける説得力持たせつつ、それでも読者向けの伏線として先生のタバコエピソードを事前に提示しておいて、具体的な内輪ネタとしてはそれを描写する物語の展開としてはかなり理想的というかうまく計算したなって感じたよ。やっぱり予告カットで不安に思ってる人多かったかと見て思った。内容は予想外にちゃんとしてて面白かった。脳汁賛否分かれるのか、自分はインパクトあってよかった。予告カットで読まずに切ってる人多そう。読んでみたら面白いのにもったいないな。個人的にめちゃくちゃ面白かったけど評判良くないのか、絵が微妙かと思ってたけど漫画として読むと全然下手じゃないし、話の作り方も見せ場もうまかった。あと先生のキャラがいいわ。内容関係なしの視点で言うと、全2つの新連載は絵がスラスラ見やすかったのに対し、この作品は目が滑りまくったな。最近のジャンプらしくない絵柄だったからだろうけど新人のようなので絵はこれから改善されるのかもしれんが、動機が強そうだからそれまで生き残れるかねえ。自己実現のカタルシスのためにいじめられっ子にまでするのはやりすぎとも思った。
主人公は気にしてないのかもしれないけど、いじめっ子に何も制裁がないことに俺が気に食わない。間違いなく本誌向きじゃないな。本誌は10人中8人が面白いと思うものを載せるところだけど、全部だったら10人中2人が面白いと思えばワンチャンあるでやらせりゃいいのに、本誌の穴埋めに使われちゃった感じなのかな。これまずは主人公女の子一人にしといた方が良かったんとちゃうかね。いじめも空気読めないも結局は処理しきれず生焼けになってるんだから、そこはスパッと切って、クラスで浮いてるやつが実は陰でゲーム作ってて一発でみんなの気持ちをつかむって展開でいいやん。もう一人は2話以降の登場で良かった。後の展開に不安はあるが現時点ではめちゃくちゃ面白い。今は学生でもカジュアルにスティームやブースとかにゲーム出す時代なんで、そこら辺の気持ちやあるあるにうまく乗せることができれば人気爆発しそう。そこまで計算してるならそもそもわかりやすい面白を出すってところまで計算してほしいかな。現象の理解はできるが見せ場の感想になる漫才やだよ。モーリーに過酷労働を強いるゲームとか絶対面白いだろっていう説得力があるのが面白かった。しかもクラスメイトがここ人のルーティンで学内回ってるんだろ？そりゃ面白いわ。お話としては普通に面白いなってぐらいなんだけど、のとさんが可愛すぎてアンケ出した巨乳俺娘。いいですよね。ジャンプ読み切りの藤沢ゾンビタイムブルースの方で気になっているので応援したい。むしろジャンプラの方が評価が PV 数って形で丸見えだから、10人中8人が面白いが求められて10人中2人が面白いじゃワンチャンすらない場所だろ。肝心のゲームの中身描写がほとんどなかったのが気になる。冒頭でデバッグ作業っぽいシーンあるのにプログラム要素もなかったし、結局何を中心に展開していく作品なのかわからんかった。ゲームの中身を描写してもしょうがないだろ。バクマンだって作中作の描写がほとんどなくたって話は回ってたんだし。いや、もちろん面白く描写できるならあった方がいいけどさ。描写はあっただろ。闇が切れると死ぬ先生を操作して闇を見つからずに補給しながら部活をめぐるステルスゲームだよ。これは打ち切りやろって思ったので好評なの意外だわ。好評というかそもそもの期待値が高くなかったので思ったよりは見れそうじゃんレベルで褒められてるだけとは思うよ。なんか刺さらんかったまあ。頑張ってくださいって感じ。描きを彷彿とさせる。今までの新連載でもかなり未知数だなーって感じたな。無難な展開だけど主人公ペアのキャラは個性的だし、先生がいじめ許さない姿勢なのは好感高いし、最後の脳汁に連見開きはおおってなってしまった。まだ面白いとも判断できないけど、単行本だったらすぐにページめくって2話目読み始めると思う。自分も似たような感想だ。自分は楽しめたけど、こっからどう持ってくのか気になる。個人でゲーム作ってる人たちの YouTube たまに見るけど、ほんと時間かかるんだよな。その辺の苦悩とか書くと面白いそうだけど、ジャンプで連載する面白さとは違う気も。脳汁は 4P 使ってまですることか。のとちゃんは可愛かったです。俺は無理だったから意見割れてて面白い。読者は選ぶかな。逆に何ができるのてくさ、これ佐野もゲーム開発部に参戦して主人公との才能の差に曇らせられつつ昇進する展開とかだったら一気に良キャラとか出そう。ゲーム制作って主人公が作中で受ける評価に説得力持たせるのが難しいように感じる。自分もゲーム畑ではないけどプログラミングで飯食ってるから、見る人が見たらアレな描写も多いと思ってなかなか物語に入り込めなかったし。主人公の目でかくない？今週の呪術の呪詛師にやられてるだろ。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。